おはようございます。牧場物語の続きをやっていきましょう。今日の朝ごはんはゆで卵。お、明日久々雪ですね。放牧はできません。明日はダッドの誕生日で、次のイベントは冬の感謝祭ですね。お、これは来たか。女神様の鉱石場地下255階到達。おめでとう。たどり着くのは想定内よ。あなたの女神様より。なんかちょっといつもより違う。やっぱなんかあんのかこれ。この鉱石場の中に隠された9つの女神の玉をすべて回収したら女神様の結婚フラグが立つ。だからこそここまでたどり着くのは想定内よっていう、そういう意味深な発言をしているのではないかと思うんだよな。すんごい今更なんだけど、このゲームが、まあ元になった、なんだっけな、牧場物語ミネラルタウンの仲間たちっていうゲームボーイアドバンスの元になった作品があるけど、そっちをやっていればな、この辺知識がちゃんとあったんだろうけどな。そっちはな、一回もやったことないからわからないんですよね。あれ、ちょっと待って、タルト、あれタルト、ご飯あげてなかったっけ。んなバカな、やっちまったか。ミルフィーユ普通に絞れるな。あれタルトだけ絞っ、あれご飯ありてなかったっけ。いかんな、なんか、ボケてんのか。すげえ中途半端な対応の仕方をしている気がする。今日はちゃんとご飯ありないとな。さて今日の予定は、とりあえず女神様の方の洞窟で、いろいろと掘っていきたいところですね。いろいろな中途半端な階層からの再開ができるようになったので、まあなんか途中でいろいろなアイテムが出てくるのを狙いながら探索を進めていきたいところですね。で、疲れトールは基本的にはあんまり使わない感じでいきたいところ。もう疲れ通るに頼るような前提でこれ以上進めようとするとお金がいくらあっても足りないというか、このもったいないお化けが息してないみたいになるから、お金をそんなに使わないようにしつつでも探索もする。冬の間の稼ぎ口が少ないというのもありますから、まあお金を使わずに鉱石場探索を重ねていって、それでね、まあ掘ったアイテムを売ったお金をまた足しにできるような感じにしたいですね。さあみんな行ってらっしゃい。オムサンドだけお話をしていく。みんな重ならないで、重ならないで。よし、オムカレー、ココア、チノちゃん。オムレツ?オムサンドはさっき話が来たな。オムチーズで。あれ?オムハヤシですね。あとは、毛刈りバサミ。ご飯は彼らは食べるの早いから問題ないでしょう。で、出荷しといて、この辺をしまっておこう。さあ、この辺りがスムーズに行くと、鉱石場で、ちょっと多めに時間を使っても大丈夫になるぞ。フライ、オッケー、行くぜ!今日も女神様の鉱石場を、ガンガンやっていこうじゃないの?俺はまだここの鉱石場の深いところで賢者の石が出るんじゃないか疑惑を、まだ疑っているからな。あれ?ポポリって緑色だったっけかな?ちょっと上がったかもしんない。いい調子だな。まあ、念には念を入れて温泉に入っておこうか。よし。では行くぞー。何階から行こっかなー。とりあえず一番深い階層のあたりから進めて、賢者の石出てくるんじゃないの?疑惑。それを試していきたい。この辺を繰り返し進んでいるだけで、目当てのものが
あれこれ出てくれるんだったらいいんだけどな。そうとは思えないな。あー、ちょっと待った。このタイミングで落としちゃうのは怖いよ。大丈夫？あー、怖い。これ以上踏むのはもうアウトなので。ちょっとー、待って。あー、ダメだって言ったでしょ。タイミングが悪すぎる。日々の疲れじゃないんだよ。一日の疲れなんだよ、もう。というか、この帽子かぶってるとなんか、普通に家で寝てるみたいに見えるな。あー、終わってしまった。おはようございます。すげえ勢いで進んだ。あ、しかし、体力マックスまで回復するんだな。それはありがたいな。そういう問題じゃないんだよ。大変なことになりましたね。いやー、あのタイミングで素直に左へ行ってそのまま、帰還するべきでしたね。まさかあんな近くに置いてあるとは思わなかったんだよ。連続で踏むリスクをね、考えていなかった。おかげで一日が進んでしまった。あんまり鉱石場の掘りにね、集中してると、一日が過ぎるのがすごいゆっくりになっちゃうから。こういうのも悪くはないんだけど。なんというか、普通にプレイしたかったな、もう少し。という気持ちはあるよ。さてでは今日も、動物のお世話をして、鉱石場行ってっていう感じかな。ただ一個別のこともやりたい。それはね、サイバラさんとグレイに、鉱石をプレゼントするっていうこと。もしもワンチャン、賢者の石がレシピで作れるアイテムだったとしたら、そのレシピをくれるのは絶対に、あの、鍛冶屋の二人のどっちか、もしくは、ね、両方と仲良くなったらとかだと思うんだよな。なので、もしかしたらその可能性もあるということを、ね、確認しておくために、ちょっとあの二人と仲良くなろうかなと、そういう考えでございやす。ご飯を全員にあげて、一人に忘れたりしないようにしないとね。今回はちゃんとタルトがお乳を出してくれたからいいけど、放牧もありませんから忘れると大変なことになるね。はい、フライ。ただ雨の日になると自分で馬小屋に帰るフライが、普通にお外に出たままということは、やっぱり雨とは違うんだろうけどな。よし、じゃあ外に出る前にみんなにお話を、え、よく考えたらこれお外出しちゃダメなんじゃ。あれ？というか普通に出るんだな。いいのかこれ。いかん、なんか普通に癖でやっちゃったけど。あれ？これってベルさえ鳴らしたら雨の日でも普通に出るのか？お前が間違えて鳴らしちまったんだよ。それを反省しなっていう感じなのか？なんというかシステム的にもう完全にデメリットしかないんだったらお外には出ませんっていう仕組みになっててもおかしくないんだけどな。わからない。やばいな。でもちょっとやっちゃった感はあるな。雪の日だから出さないようにしてあげようと思ってたんだけど。まあ、この一日でちょっとね、彼らが、この牧場主のことを軽蔑するような目で見てきても、それは仕方がないというふうに、思うしかないね。何もないことを祈りたいけど、フライがお外に出てたからな、それで、大丈夫だったと、ちょっと思いたいけどね。オリハルコン。プレゼント何がいいかなと思ったけど。何らかの鉱石でいいと思うんだな、あの鍛冶屋の二人は。鉱石の中で特にどれが好きっていうのはちょっと想像できないので、いろいろあげてみようか。やっぱり申すべきものは友だよな。オリハルコンは結構喜んでくれる？むむ、ありがたいことだ。この年寄りにこんないいものをくれるとは。グレイに見習わせたいものだな。
グレイ君は鉱石場に潜ったりすんのかな。いらっしゃい。牧場はどんな感じ。優しいね。人生勉強だぞ。勉強をしたいのでぜひとも教えてほしいことがあるのですが。ですが。ないですね。カウンター、あ、そうか、これ9時とか作業の時間にならないとお仕事の話できないんだったな。まあ良い。とりあえず一通り先にやっておきたいことは済ませたので、もう一度リベンジしに行こうか。せっかく冬に行ってるんだから冬の鉱石場の方を狙った方がいいとは思うんだけど。よし、まあ体力全部回復しなくてもな、結局いろいろ大変な目に遭うし、こんなもんでいっかな。地下225階から。ヌーン。しかしなあ、この辺でもう賢者の石ボロッと取れてもおかしくはあらへんで、みたいな感じだと思ってたんだが、あんまりそういうことはないのかな。賢者の石、色緑色っぽいんだよな。やっぱりこれが関係してんのかな。賢者、カッパ、カッパの玉、関係ないよな。カッパの玉を全部集めるとカッパから賢者の石の作り方を教えてもらえるとか、んな変な話は聞いたことがないというか。違うと思うな。一旦出る。さてと、今回はちょっと日和気味に疲労度回復をしっかりと重ねながら潜っていきましょう。どっちみち体力の回復が追いつかなさすぎるから、一日にできる頻度というか、限度はありますけど。ちょっと今度は200回、霧のいい階層で探してみようかな。あんまり体力回復に毎回毎回時間をかけると、めんどくさい。霧のいい200回。225回と比べてそんなにレアリティの差はないと思うし、キリのいい階層だからっていうなんか、ブーストがかかってくれていたらなぁと思わずにはいられん。しかしまあ、最初の方の階層に比べるとクズ鉄とかもあんまり出ないし、いいのがたくさん出るようにはなっているんだろうなと思うけど。おっとしやなぁ。201回。わざわざこの中途半端な階層に落とされたというのに何か意味があるのではないか。もしかしたら青い玉が出るかもしれない。私はその期待に胸を膨らませ、ひたすら岩を破壊し尽くした。うん、ない。そして青広、慎重に帰らないとダメなんだが大丈夫？ああ、怖っ。さて、一旦ちょっと出荷してこようか。近い方の出荷箱に出荷しておく。さあ、いくら。おお、いいな。これがな、牧場を始めたて序盤でできたら相当な収入源になるんだけど。まだまだ行くぜー。150回からにしよう。まだ気になっていることが、171回で出たけど拾えなかったあの青い玉。あれに何か意味があるんじゃないかなぁ、と思うんだなぁ。ついでなんで落とし穴を検索。検索検索！あった。ここないよな。ないよな。ああ。完全に落とし穴チキンレースになっている。そして一瞬で疲労度が最大まで来てしまった。大丈夫？ああ、怖い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 。よし。やっぱ落とし穴踏みすぎるのは良くないのかな。というか落とし穴を踏んで先へ進めるんだったら、確実に疲労度回復の用意はないとダメか、これ。お薬なしでな、先へ進めれば一番いいんだけど。お料理かな。
アイスクリームの持ち込みがなんだかんだ一番早そうではある。ちょっと乳牛を増やすか。普通の牛乳を出してくれる牛がもう一頭いれば、アイスクリームを安定して供給することができるのではないか。そんな打算的な考えで仲間を増やしていいのか。牧場経営主のなせる技さ。あーりー。ん、緑か。これはちょっと戻った方がいいか。いや、この、あー、そこにあったか。大丈夫か。これ帰ろう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 。不安が尽きないわ、このプレイの方法。よし。一つ思いついた。せっかく冬の鉱石場が利用できる冬なんだから、こっちで今までやっていたようなことをやる。225回から再開で、宝石掘りをしっかりやる。ダイヤモンドはこんなあっさり取れるんだもんな。活用しない手はない。で、これを利用してお金をじゃじゃんと一日にたくさん稼いで、その収入源を利用してお薬をちょっとずつ買い溜めていって、一日2、3個くらいだったら使ってもいいよっていう感じにする。そうすれば安定して深いところへ行きつつ、行って探索をしつつ、でもお金をそんなに急激に減らさないような運用ができるんじゃないかな。というか多分そういうバランスのもとで用意されてると思うんだよな、この場所自体。なのでそんな感じでいこうかな。もう一個か二個くらい拾いたいよ。ついでに言えばこの冬の鉱石場の方からもなんか目新しいものが出てくれないかなという期待もある。なさそうだけど。全くねえじゃねえか。もうだろ。なんか適当にほほいと掘っただけなのに結構いい感じに取れたな。ただ今日はさすがにちょっとこれ以上やるのは長いか。一日的な意味でね。もう PM の5時ですから。とりあえず今日掘り当てたやつを出荷箱に入れておいて、翌日に頑張りましょうか。あ、てかしまった、今日11日か。強制的に一日過ぎてたから忘れてたけど、今日あれだ。ダッドさんの誕生日だったな。しまったなぁ。ちょっと飛ばしてしまったか。まあまあまあ。あんまり考えすぎないくらいで。4000。やっぱバカにならんな、この金額は。次のお誕生日は誰だっけ？エレンか。エレンおばあさんですね。よし。では寝ましょう。おはようございます。これから鉱石掘りで生計を立てていきます。朝から蕎麦を食べて、明日は晴れで、やっていきましょう。お薬の購入にちょっと今日は進めていこうかな。その前に。木曜日か、サイバラさんたちどこいるかな。会えると良いのだが。これから毎日鉱石をプレゼントして、しっぽりと仲を深めていきたいところです。割と仲良し度は進んでると思うけど、ただまだ足りないというか、何かあるまで絶対に許さないぞっていう気持ちで。あれ？え、また？あれ、昨日ご飯あげなかったっけ？あれ、ちょっと待って。あれ、どうだったっけ？あれ、出てるよな。え、どういうことなの？なんかフルーツ乳牛のタルトくんだけやけに出が悪いのだが。病気とかじゃないよな。タルト。あん？ん？わからん。何か、なんかあったか？俺なんかしたか？ご飯はあげたと思うんだけどな。ちょっと怖いな。
病気とかじゃないよな。お薬買ったったか？なんかあった時に使えるだけあるといいのだけど。他の牛と合わせてちゃんとご飯あげたりお世話もしてるから、一頭だけ出たり出なかったりっていうのがすごい怖いな。いや、もしかしたらなんか雪の時の放牧とかそういうのが影響して病気になっているという可能性も否定はできんよな。冬場だともしかしたら晴れてても雪景色の中の放牧だからちょっと影響が出るとかあるのかな。あるいは本当に一日ご飯あげ忘れていたのが響いているとか、一回あげた後連続でちゃんと毎日ご飯をあげるようにしても、その一回あげ損ねたのが原因で病気になってしまったとか、あんまりなさそうだけどな。全くないかと言われたらその辺はわからないし。今日はヨーデル牧場お休みじゃないので、ちょっと薬買っておこうかな。使えるかどうかとかあんまりわからないけど。さて、さすがに今日は晴れなので絶対にお外出しても大丈夫のはず。みんなお話をするぞ、お話をするぞ。よし、ご飯は大丈夫なので、モコモコに、あれ、ちょっと引っかかってるんですけど、オムレツくん大丈夫か。チーノちゃん毛を買って、あ、出られたね。木を出荷したら、よし、では町へ行こうかな。先にこれをしまっておいてね。さてと、サイバラさんたちがどこにいるかだな。お仕事はできないが、お話だったらお家でするぞっていう感じだといいのだが、完全に閉まってんな。町の人、みんなな、それぞれのお仕事してて、マジで主人公以外誰が来るんだって話ですけど。ワイリーしかいないな。ん？また噂で聞いたんだけど、時間があっという間に過ぎてしまう本っていくつか種類があるみたいな。どんな内容なのか知らねえ。おとぎ話の国みたいね。なぜ突然その話に。あと、どっちみちサイバラさんにも会いたいんだけど、サイバラさんはもっとどこにいるかわかんないんだよな。街の外とかにいて会えないとかなのか？入れませんか？入れるやないかーい。よし、じゃあ今日もオリハルコンをプレゼントしておこうじゃないか。オリハルコン以外をプレゼントした時の反応も見たいもんだな。ちなみに仲良しで今どんぐらいなんだろう。サイバルさん。お、結構来てんな、グレイも。でもあれだな、意外とマックス近くまで仲良くなってる人あんまいないな。あ、ドクターが結構いい感じか。てか、もうお世話になりすぎてるからな。その関係で仲良くなってる感がある。ゴッツさん、ブランドンとかジニファーとかすっげえ進みが悪いな。女神様な、すごい仲良くなってんだけどな。と言った感じか。じゃあ、プレゼントはあげたし、疲れトールもちょっと変わったので。おお、きつね。あと気になることだから、先にこっちはやっておこうか。忘れずにね。なんかあるかもしれないという不安があるので、お薬を買っておくという話。あれ？あれ、動物のお薬ってなかったっけ？お前さんなら何でもできるような気がするんじゃ。何それ。あれ、このゲーム動物のお薬ってなかったっけ？種しかないか。じゃあいいのか。別の場所で買うんだったっけ。なんかいろいろと記憶がごっちゃになってるような気がすんな。なんか俺の見ている世界線と
今やっているゲームの世界線が微妙に違うような気が。アナさんの話を聞いていたら日が暮れちゃった。マナさんの話は、その大自然の生き物という括りにしていいのだろうか。さーてと、まぁ、ちょっと色々と中途半端にはなったけど、とりあえず、また女神の方かな。女神の功績上でちょっと、250回あたりを目指して進もう。さあ、241回。で、ここで普段だったらちょっと無理をして岩を掘ってっていうくらいだったんだけど、疲れトールを使う。で、岩を壊しながら何かないかなというのを探してみる。250回。うん。3個かな、やっぱり。4個以上使うっていうのを控えるようにすれば、十分な気もする。出ない。わからんくなってきたな。よし。ちょっと余裕があるので、宝石を掘ってお金の足しにしよう。1日8000くらい稼いでおきたいよね。なかなか目標は高いけど。なるべく稼いでお薬代に当てておきたい。さあ、ちょっと不安になってきたな。これは帰るか。よし。まあ、このぐらい掘れればいいかな。温泉回復も込みで、ぼちぼちの量を拾っては、一部を出荷し一部を貯めて、まあ、そういうことを繰り返していきたいところかな。冬、あと20日弱か。3週間もないな。無難に、こんな感じで進めて、何日も繰り返せば何か成果が出るかもしれないと信じてもいいかな。あとはせっかく牛乳も貯めてるし、アイスクリームを作って持っていくっていうのを、まあちょっとな、材料がもったいなさすぎるかなと思って渋ってはいるけど、そっちも試してみようかな。あとは何を出荷するかだけど、ダイヤモンドをちょっと貯めておいて。ルビーって素材に使ったっけか。一通りは貯める感じにしようかな。これでも3000いくのか。ちょっと鉱石系の貯め込みがちょっと少なかった気がするので、いろいろ貯めてみる。なんかへそくりみたいでいい感じだな。さてと、まあ今回全然成果はありませんでしたが、とりあえず今日はこんなもんにしようかな。だいたいこんな感じで進めていくという方針はできた。あとはかなり疲れ通るとどれぐらいの頻度で付き合っていくかだな。お薬との向き合い方、難しいところですね。この辺が見えてくると、だいぶ、やりやすくはなってくるのかな。余裕を持った経営をしておきたいし、できれば倒れて、病院送りっていうのは避けていきたいところですね。はい。では今回はここまでです。ありがとうございました。